スノーマンメンバー家族構成や家族とのエピソードを紹介します。岩本照、岩本さんの家族構成は父親、母親、弟、妹、本人です。いろいろなところで家族の仲良しエピソードを話されている岩本さん。メンバーの目黒さんと同い年の妹さんと8歳下の弟さんがいらっしゃいます。過去には妹の髪を切ってあげたことがあるそうです。スノーマンの公式 YouTube チャンネルにて公開されているスノーマン女性に変身世界レベルの美女誕生会では、加工アプリを用いて女性に変身した岩本さんを見たラウールさんが岩本くんのママにそっくりと驚く一幕がありました。深澤達也、深澤さんの家族構成は父親、母親、妹、本人です。ファンの方にも馴染みのある深澤さんのご家族、出演作品で実名を挙げられていたこともあり、ご存知の方も多いのではないでしょうか。特に2016年の舞台滝沢歌舞伎の深澤さんの誕生日公演の際は、お母さん本人が深澤さんへの誕生日祝いの手紙を読み上げるというサプライズ演出があり、ファンの間で話題になりました。この演出は現在でもファンの間でよく話題になるようです。手紙がかなり面白く、笑いもきっちり取れる内容で、さらに母親が読み上げていたこともあり話題になりました。ジャニーズタレントの家族が声だけでも何かしら出演するって画期的なことですよね。お母さんも妹さんも深澤さんに顔が似ているというお話はたびたび耳にしますが、妹さんに関しては前出の YouTube の動画にて深澤さんの変身後の姿を見たメンバー一同が口を揃えるほどそっくりだそうです。ラウール、ラウールさんの家族構成は父親、母親、兄、本人です。ラウールさんはお父さんがベネズエラ人、お母さんが日本人のハーフです。5歳年上のお兄さんもラウールさんと同じく世界レベルのダンスの実力の持ち主で、兄弟揃ってさまざまな大会に名を残しています。家族からはマイと呼ばれていると雑誌で言っていました。マイって何と思うかもしれませんが、実はラウールさんの本名は村上マイトラウールと言います。マイトのマイだったんですね。ラウールさん自身はまだ父親の故郷であるベネズエラには行ったことがないようで、公用語のスペイン語も全く話せないとおっしゃっていました。しかし誕生日の時はバースデーソングをスペイン語で歌うそうです。いつか聴ける機会があればいいですね。渡辺翔太、渡辺さんの家族構成は父親、母親、妹、本人です。渡辺さんは母親のことをママと呼んでいるそうです。本人も舞台上で言及していたほか、以前滝沢秀明さんのラジオでも暴露されていました。5歳年下の妹さんとの仲良しエピソードをたびたび話しされている渡辺さん、滝沢歌舞伎の口上にて妹さんからお前呼びをされていることを明かしたこともあります。文化放送にて放送されていたビオレ福田家コットンプレゼンツスノーマンのスノーウーマンというラジオ番組の2019年10月24日の回にて出演していた深澤さん、渡辺さん、目黒さんの3人がハロウィンのコスプレをしていたのですが、その際に目標のコスプレをしていた渡辺さんがご自身で妹はこんな感じと発言されていたので、お顔が似ていることが伺えます。向井浩二、向井さんの家族構成は父親、母親、兄、本人です。向井さんはお母さんがタイ人、お父さんが日本人のハーフです。向井さんには2歳上の向井達夫さんというお兄さんがいらっしゃるのですが、向井さんのスカウトをきっかけにお兄さんもジャニーズ事務所に入社し、ムエタイ向井ブラザーズという兄弟ユニットを組んでいました。残念ながら2010年頃にお兄さんは退所しましたが、2019年の夏に行われたスノーマンのサマーパラダイスにて向井さんがお兄さんの結婚を発表し、兄の存在を懐かしむファンらにより達夫くん、達夫くん結婚がツイッタートレンド入りしました。阿部亮平、阿部さんの家族構成は父親、母親、弟、本人です。阿部さんは2歳下の弟さんがいらっしゃる長男です。弟さんから兄貴と呼ばれているエピソードは
ファンの間では有名な話かもしれません。阿部さんのお母さんは歯科助手として歯科医院に勤めていらっしゃるようで、そこに滝沢秀明さんも通っていたことがあるそうです。そんな母親がジャニーズのオーディションに応募したのがきっかけで、ジャニーズジュニアとなった阿部亮平さん。阿部さんが受けたオーディションは、テレビ番組内で行われた公開オーディションという、大変珍しいものでした。余談ですが、同期には、スノーマン深澤さんのほか、平成ジャンプの山田涼介さんもいました。目黒蓮。目黒さんの家族構成は、父親、母親、弟、本人です。目黒さんには、2歳年下の弟さんがいらっしゃいます。宇宙6で同じグループメンバーだった原義隆さんも、目黒の弟真面目黒とおっしゃっていたくらい顔がそっくりだそうです。目黒さんの弟は、目黒蓮さんのことは蓮くんと呼んでいるとか、くん呼びだなんて、何かすごく可愛いですよね。イベントに来ていた弟さんを見かけたファンも驚くほど似ているようで、街中で目黒さんと思って声をかけたら、弟さんの方だったなんてお話も。そんな弟さんは、目黒さんの大ファンだそうで、よくイベントに行っては、アルバイトで貯めたお金でグッズを購入していたそうです。目黒さんがラウールさんを可愛がるあまり、ラウールさんに嫉妬しているというエピソードもあり、とても兄弟仲がいいことがわかります。宮舘涼太。宮舘さんの家族構成は、父親、母親、妹2人、本人です。今では、ご存知の方も多いかと思いますが、宮舘さんのお母さんは元レディースの総長で、お父さんはサーファーだそうです。今の貴族キャラからは、想像もつかないカミングアウトに驚いたファンの方も多かったのではないでしょうか。幼馴染で、メンバーの渡辺さん曰く、宮舘さんは、幼稚園の頃から髪にパーマを当て、お父さんと一緒にサーフィンに行く生活を送っていたらしく、園児とは思えないおしゃれな生活ぶりに、今のルーツが伺えます。8歳と5歳離れた妹さんたちとは、とても仲がいいようで、よく一緒にショッピングに行くようです。佐久間大介。佐久間さんの家族構成は、父親、母親、兄、弟、本人です。佐久間さんは、メンバーも認めるほど、顔がそっくりな兄弟がいるそうです。公式 YouTube チャンネルのザリガニ釣りの回では、家族で、遠出の際に、良さげな池を見つけると、お父さんが車を止めて、家族でザリガニ釣りをしていたという、とても仲睦まじいエピソードを語っていました。そして、佐久間さんのお母さんは、元アイドルグループ、キャンキャンの桜井直美さんで、ストーンズの京本大我さんのお母さん、山本博美さんと同じグループに所属していました。そのため、佐久間さんと京本さんは、赤ちゃんの頃からの長い付き合いだそうです。親子ともアイドルならまだありそうですが、親同士同じグループだった人の息子が、また限りなく近いグループになるなんてすごいですよね。以上、スノーマンメンバー家族構成や家族とのエピソードを紹介しました。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。